いらっしゃることはすごいわかるし、めちゃめちゃその通りなんだと思うんですけど、なんかこれをうまく捉えられないなんかの人たちがちょっとなんかあの女はとか言っただけでんって感じで敏感になっちゃったりとか、なんか本当に関西出身とか東京出身みたいなそういう県民賞みたいな番組は OK なのに、なんで男女で区別するのさえもなんかちょっとダメみたいな風潮になってたりピリッとしちゃうのかなっていうのがすごい私は嫌だ。だからそこは差別はもちろんダメっていうこともちゃんとみんな理解しようよって、もう区別とかでもピリッとしないでおこうっていう、そうですよね、ここも大事だよね、区別と差別っていうことで言うとね、なんか区切りすぎてもいろんなことをそこに属してるのかどうか。